アスリート応援番組アスラジどうもこんにちは。時刻は15時を回りました。11月25日水曜日、 C-WAVE アスリート応援番組アスラジアスリートを応援するラジオ番組なんで、はい、アスラジでございますよ、はい。あの発音がどっちに行くのかがちょっと今アスラジって言ったらあの誰に聞いてんだって話だからねえ、クエスチョンがついてました。そうです。あ、星ですか。星でクエスチョンじゃない、星。失礼しました、はいはい、ちょっとキラキラ輝く感じでね、はい、この未来のアスリート応援するんですかね。するんですね。そう、キラキラしましょう、はい、するんですね、はい、しますねまあでもユッキーが、はい、アシスタントになってから、はい、応援した、ヤクルトの選手を、はい、未来じゃないですね、現在進行形、現在進行形でね、はい、またやらんといかんね。そうですね。コンセプト戻ろ、応援する方に、うん、はい、そうよ。そうですね。そうだ、はい、応援しましょうよ、はい、ちゃんと、はい、これから、そうですね、あれが冬なんで、ええ、ウィンタースポーツが、中垣さん大好きで、ええ、そうでございます。ウィンタースポーツでございますね、はい、始まりますよ、はい。まあ、俺スポーツ全般好きなんだけどね。はい、そうなんですか。好きですよ。好きですよ。サッカーあまりってだ、サッカー好き、あのやらない、やってた、やってた、やってた。俺野球やる前はサッカーやってた、ずっと、はい、キーパーやってた、はい、キーパーやってた、はい、でも中学校の時の学校の体育でも、はい、サッカー部に交じってちょっと活躍してた、はい、気がするいやサッカー部うめえんだもん。20年ぐらい前の話で。でも俺そこでもそこでもキーパーやってたよ得点決めたいのに。ですよね、うん、醍醐味は、うん、フォワードですよね。あのキーパー経験者っていうだけで、ね、はい、経験者ってだけで置かれない、はい、置かれちゃった、はい、もう全ては小学校の、あれ何年生だろう。俺幼稚園からやってたのサッカー。幼稚園から小学校3年生までやってて、はい、でそっから野球に切り替わったのね。いつからキーパー。俺多分ねサッカークラブに入ってちょっとしてからずっとキーパー。すぐキーパー、すぐキーパー、すぐキーパー。まあまあね、体型見てさ、はい、おお、お前キーパーやっとけみたいな。太ってました。太ってたんですか。はい、他の子よりと太ってました。あ、かなり、まあ、分かりやすく言うと、はい、ほらなんかさ学校とか幼稚園とかで、はい、音楽のね、はい、なんか合唱じゃなく、はい、楽器を使う方ね、はい、はいはいはい、のなんかやるじゃん、そういうなんだろう音楽祭みたいな、はい、あれでさ体の大きい人は、はい、自然と大太鼓とかやるでしょ、はいはいはい、ね、小系の、はいはい、俺幼稚園の時に昭和された。
まあ、あの頃は自動的に決まりますからね、うん、処和された一番前だったの身長は。はい、一番前なのに、一番前なのに一番ね、体格のいい人を選ばれるってことはだよ、身長はちっちゃかった。ええ、一番小さくて一番デブだったから簡単に言うとね、はい、そうだったから、多分サッカーをやり始めた時にね、はい、うん、キーパーって。でも野球だとキャッチャーにはならなかった。ならなかった。あ、野球を始めて、はい、一番初め守ったポジションは、まあとりあえず野球だから、はい、まあ外野行きですよね。そうですね。で、俺取れなかったの、ボールが。まあ普通取れる方がおかしいですよね。いや違う、俺今はね、はい、今の世代の子たちはそうかもしれないんだけど、はい、やっぱ俺らの世代はみんなやっぱ野球やってない子たちもキャッチボールはできるし、はい、うまかったり、野球で遊んでたり、そうそう、野球で遊んでた時代だから、はい、学校終わってさ、おい誰々誰々ちゃんち行こうぜみたいな言って、そうそうそう、野球やろうみたいな、はい、でみんな学校集まって、はい、放課後の学校に集まって野球やるみたいな時代だったから、はいはいはい、そこでみんなうめえのに俺キャッチボールできなかった。キャッチボールができなかったんですか、うん、おお、顔面当たる感じ。テニスボールでも取れなかったえ、素手ですか。いや、グローブ持ってて、グローブの使い方も分かんなければ、はい、バットなんか当たるわけもない。まあ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 。で、小学校3年生になって、こんなんじゃいかんと。はい。ね。まあ、前にもちょっと言ったのかな。こんなんじゃいけないと思いながらも、野球やってるやつがみんなモテてたから、俺もモテたいと。はい、ああ。いうので、ね、サッカーをやめてだ。やめて。モテる野球に行ったわけよ。はい。そうしたら下手でしょ。下手ですね。ね。モテるわけがないね。はい。なんかこうモテる人の引き立て役みたいな人で、はい、ああ、空振り三振の次の人がホームランみたいな。そうそうそう、なんかもうピッチャーが俺すげえだろみたいに出しに使われるタイプ、はい、だったんだけど、はい、なんかそれが悔しくてさ、はい、なんか壁当てを必死にやって投げれるようになり、はい、取れるのも取れるようになりっていう感じですね、はい、なるほど、はい。サッカーは上手かったんですか。サッカーはなんかキーパーなの で、はい、でキーパーでその選抜あるじゃん、はいはいはい、C 選抜とか県選抜とかの子がキーパーにいたの、はい、だから出れるわけもなく、はい、ね、あとりあえずお前走れなそうだからそこ色みたいなタイプだから、はい、サッカーは上手くない。上手くない。ていうか基本的に俺なんだろう、苦手よスポーツ、苦手。昔は。昔は。うん、今は。今はまあ昔生まれたから太ってたから、はい、自分からやろうとしないじゃん。あ、他のスポーツとか。だから苦手。苦手。ただ足だけはちょっと速かった。お、なぜか動けるデブだった。動けなさそうな。な。あれに感じなんだけど走ったら速かったっていう、ね。おかわりくんみたいな。おかわりくんみたいな。中村竹谷選手みたいな。芋洗い高係長みたいなね。はい、はい、はい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 。そう感じだった。はい。から運動神経はいいのか悪いのかって言ったらよくわかんないけど、はい、まあで野球やってこうちょっとね細くなってきてからは、うん、逆にこう運動やりたがりになっていろんなのにやりたいなって思って大人になって、はい、いろんなことやってます。お、今も。今も野球以外も。以外もやってますか。やってます。だから俺今度なんか新しいジャンルでこうね、はい、行きたいなとかって思ってる。ボルダリング。ボルダリングやりたい。だからアメフトやりたいです。アメフまあ体型的にはね、はい、それが筋肉ならばね、ランニングバックいいんだけどね。あの、うん、ランニングバックやりたいです。ラン無理でしょ無理でしょ無理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 。やっぱだって走ってタッチダウン決めるのが、だって走ってタッチダウン決めるのは、はい、それは醍醐味かもしれないけど、ロングパスのあのけどよ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 、いやね、はい、ノックちょっと打ってヒーヒー言ってるんじゃ走れないでしょ。そうですね。だからそこからちょっと鍛えないとね。鍛え直す感じで、はい、はい、頑張っていきましょうね。頑張っていきましょうね。はいはいなんちゅうオープニングだよ何の番組、結局アスリートを応援するって話はどこ行っちゃったの。ああ、そうでしたね。応援しましょうよ。はいはい、はい、そんな感じです。そんな感じ、はい、はい、ということで番組パーソナリティを担当します中垣大輔です。よろしくお願いします。はい、そして
アシスタントのユキこと石川幸弘です。よろしくお願いします。最近滑舌良くなったね。今噛みませんでした中垣さん。いえ中垣大輔を噛み…ごめん、俺自分で自分の名前を言うのがすごい苦手です、はい、あー、わかります。しかもなんでかとかかが続くんだよみたいなね。中か中か中かで、その次きってバカかっていう、あの幸弘を言おうつうと、はい、たまに幸弘になっちゃうんですよ。木がうまく分かる分かる。雪色ってなって、うん、雪色って誰だよってよく友達に。下町なんじゃない？下町なんすかね。板橋区。超適当なこと言ってる。ほらおじいちゃんがさ、新聞紙を貧文紙っていうのと、はい、一緒だよね。そういう江戸っ子の人は、そう、死と火が、ね、そう、火と死がちょっとね、言いにくいみたいなね。グラゼニで読みました。そう。漫画家で。漫画で読みました。まあそんな感じでさ、はい、今日のアスラジも始まっちゃったけど、はい、今日はどんなことをやるのかっていう話ですよ。今日は、うん、まあ、先日終了しました、はい、プレミア12、うん、について、うん、はい、2人で、うん、語り合っていこうかなと思っております、うん、いやさ、プレミア12、ね、はい、先週もちょっと後半でね文句言ったけど、はい、文句って言っちゃったよもう。まあまあまあ、まあ文句というかね、まあ苦言をちょっと呈しましたけど、私次の日に、はい、まあ、奇跡的な敗北を、はい、しましたね、はい、そうなんですよ、結局ああなっちゃうんですよ、はい、で、まあその原因はね、どこにあるのかとか、はい、ね、今いろいろ叩かれてるじゃない、国母監督、まあまあ、ね、最後打席入ってね、はい、ボンダに終わっちゃったおかわり君だったりとかさ、はい、まあ系統がどうだ、はい、ね、松井則元、はい、松井何なんだみたいなね、ところとか、あとはもう完全なこのチーム批判ね、あ、組織的なものの批判ね。Facebook の投稿では面白かったのが、もう大会そのものを批判しましたね、うん、まあいろんな批判あったと思うんだ、はい、今回の大会って、はい、だからそこをねちょっと、まあ俺とユッキーの見解を交えつつ、はい、ちょっとね、来年じゃないや、次回開催にね、はい、向けてなんかこう参考にしてもらえたらね、なんて、はい、おこがましいですけど、はい、そうですね、参考にしてくれたらなって、もう一意見としてね、はい、あの組んでいただけたらななんて思ってね、はい、おりますよ、はい、うん、ここ最近真面目でしょ。そうですね、うん、ここ最近俺のせいじゃないからね。僕のせいそのせい、はい、ああそう、だって俺いつも真面目にやろうとしてるもん、はい、そうそうそうですよ、そうですよ、それ、そうなんですか、はい、はい、なんでそんな感じでお届けしようかななんて思うので、はい、まあ50分間こんな番組ですが、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。また番組では応援質問メッセージを受け付けております。はい、メッセージは番組公式サイトのメッセージフォームよりお送りください。はい、ホームページアドレスは http://asuraji.wpblog.jp、はい、http://asuraji.wpblog.jp です。はい。はい、スラス？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 はい。はい、こちらのアドレスカードも受け付けておりますので、はい、どしどしお送りください、はい、皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。お待ちしております。やっぱ下町だね。またなんかスラッスって言ってるね。なまってる、なまってます、わかりません。スラッシュ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 、はいはいはい、はい、もう真面目に行くんだから俺、はい、頼むよ頼むよ、はい、はい、じゃあ今日も元気に一発目の曲に行きたいと思います。はい、エノハガールズでアグリズム、僕らのアンセム。
ガールズでアグリズム、僕らのアンセムでした。はい、改めまして本日のアスリート応援番組アスラジはプレミア12をですね、はい、語りたいと、はい、思っておりますよ。はい、うん、はい、なんか、はい、もう早速言っちゃうけどね、はい、ユッキーは、はい、今回このプレミア12を見ていて、はい、何かこう気になったこととか思ったこととかなんかありました？まあなんていうんですかね、まあ選手批判とかそういう感じになっちゃうかもしれないですけど、うん、なぜ中継ぎに則本投手を抜擢したのか、うん、本来やってる中継ぎ投手を持ってくることはなかったのか、あの、うん、抑えと先発しか選ばれてないのはなぜだったんだろうっていうのは思いました、うんうんうん、なるほど。まず秋吉選手とか、まあ、うんうんうん、ヤクルトにはいたじゃないですか。まあね、いるね、はい、他にもいろんなチーム、はい、それぞれいるじゃないですか、うん、なのに先発と抑えのみっていうのは、うん、なぜだったんだろうなっていうのがありました、うん、なるほど、はい、まあいろんなね、ユッキーみたいなそういう意見をぶちまけてる人っていっぱいいるよね。そうですね、なぜ中継ぎなのか、はい、中継ぎがいないのかとか、はい、あとはね、なぜあそこをおかわりくん使ったんだとか、うんうん、なぜ最後もおかわりくんに代打出したんだとか、はい、ね、なんかね、いっぱい多分批判というか意見だよね、はい、これもね、まあ、もう則本投手はそもそも先発に任せておけばもっと、うん、はい、はい、よかったんじゃないかなと思いましたね、うん、はい、まあだからファン目線での意見って、はい、まあ、今後のもちろん国際大会でね、はい、WBC もありますし、はい、すごい必要な意見だと思うんです。でただこのなんていうのかな、ファンの方々も一個理解しておいてほしいのが、やっぱ国際大会は短期決戦だということですよね、はい、そうですね、だから正直先発中継ぎ、はい、抑え
ね、トーナメントとまた、はい、今言ってるシーズンね、はい、ペナントじゃあやっぱ使い方が変わってくるっていうのはもちろん当然であって、うん、そこはやっぱ監督のね、監督が今こいつはここだって思ったところにこう出してるわけなんで、はい、まあ別にそこはいいのかなと、はい、俺個人はね、はい、まあ思うんですけど、まあ、結果がついていかなかったからしょうがないなというのがあって、ただ WBC でね、ダルビッシュ投手がね、はい、抑えに回ったりとかっていうので結果を出した時は、はい、すげえすげえ、まあそこはでも今回やっぱりこう結果が出なかったから批判っていうのは、はい、まあこれは当然かもしれないんだけど、はい、ただまあこれ大元をね、はい、なぜこういう批判がいっぱい出たかって、はい、元を正すと、はい、このもうあり方というか、はい、この今回のプレミア12の招集の仕方だったりとか、うん、っていうところに問題があって、まあまあまあ、うん、まあ先週もちょっと言いましたけど、はい、この時期にプロを選出したところで、はい、本領なんか発揮できるわけがないんですよ、うん、シーズンをこうずっと戦ってきて、はい、この疲れた時休養本来しなきゃいけない時期に、はい、試合をする、そりゃ本調子出ませんよ、はい、また WBC みたいにねシーズン開幕前、はい、3月に行う大会とはやっぱ全然違うわけで、はい、この12月もうなる時期にやったところで、うん、怪我の恐れしかない、はい、さあそれで本領が発揮できるかって言ったらやっぱできないので、そもそも怪我をしてる選手なんて辞退してるわけで、はい、だからもうこの国際大会自体が、はい、いけなかった、なるほど、言ったらね、なるほど、言ったらね、言ってしまったらね、開催時期を、開催時期も違うし、はい、もう選ぶ選手というよりも、はい、プロを招集したっていう、はい、その組織ね、組織委員会の方々もちょっと残念だったんですよ。まあまあまあ、プロを選ぶとしても、だったらあのフェニックスリーグで、はい、今死に物狂いでやってらっしゃる選手たちを、はい、うん、ね、わざわざ宮崎行かすぐらいだったの、はい、だからかこの話でちょっとね、はい、あのプロ野球経験者、はい、まあ、経験者というかね、元プロの方々とか、はい、今解説でやられてる方々とお話しした時にも、はい、やはり言ってたのが、やっぱりこれ年齢制限を設けてもいいんじゃないかと。あ、そうですね、でプロにとってはやっぱりこうチャンスって言ったら一つですよ、はい、メジャーリーグへの、うん、言ってみればトライアウトみたいなもんですよ、はい、だそういう感覚でしかやっぱり出ていないので、うん、一丸となって優勝を目指そうとか、うん、っていう気持ちにはやっぱならないんじゃないかと。やっぱりシーズンの方が大事だし、はい、日本代表といえどね、はい、あとはまあ強制的にやっぱり出なさいって言われて出ていくのと、うん、はい、選ばれちゃったから行く、はい、選ばれちゃったから行くっていうのと、はい、あの大会に出たいからあれを目指してやってて、やった出れた、はい、じゃあ一花咲かせてやろうって全然やっぱり、はい、そうですね、違うし、はい、やっぱそういう意味では今の社会人たちを、はい、もともとね位置づけをしてこの大会ありますと、はい、位置づけした中でやっていって社会人のメンバーを選出した方が多分戦力的には圧倒的に強かったんじゃないかということも言ってる方もいましたし、はいはい、だからもうちょっとこの招集のあり方も含め、はい、首脳陣、はい、監督コーチ陣も含めね、だって監督コーチ陣の選出だって、はい、慣れてないんですから短期決戦に、まあ、国母監督なんて初めての、はい、監督、ね、初めての監督でいきなりポンって出されて、はい、できるわけがない、初めての大会で世界一奪還を任されて、はい、うん、だから俺は国母監督を批判するね、はい、ファンの方々すごいいっぱいいると思うんです、はい、でもまあ批判されて当然な、はい、職というかね、はい、ポジションなので、はい、その辺はやはり国母監督も真摯受け止めてるとは思うんですけど、はい、でもそもそもはやっぱりそこに任せた、俺国母監督が悪いとか言ってるわけじゃなくて、はい、任せた側、それから、うん、もっと言えばね、はい、もっと言えばあのメンバーを揃えてきたんだから、はい、采配むしろできないだろうと、まあそうですね、する必要がないメンバーなわけであって、はい、平田選手に頭を下げてバントをさせる作戦に出ますからね、はい、でもっと言えばね、はい、もっと言うとね、
あの国母監督が采配をします、はい、それに応えられるメンバーなのに、はい、答えが出せないっていうのは、はい、もちろん選手も、はいね、そこになぜかなっていうところもあるけれどもだ、はい、結局巡り巡ってプロを招集した側が悪いわけですよ、はい、この時期に招集してるので。あと思ったのが大抵あの点取られる時って後半なんですよ、うん、はい、そうですね。あれを何度やるんだって見てて思いました、うん、で強い韓国とはやって、はい、物の見事にあんだけの大量失点をしての負けなんで、あそこはそもそも、まあ、いろんな見解がある中で、はい、ちょっとねあの嫌な部分も見えたかなとは思うんですよ、はい、やっぱり、まあ、大谷投手を下げました、はい、ね、本来であれば、はい、大谷投手続投させていいでしょうと、うん、はい、まあ張本さんも言ってましたよ、はい、珍しく、はい、そうですね、はい、勝つって言わず、はい、大谷君はね、はい、こうやっぱあれは最後まで行かせるべきだと、うん、ね、やっぱりピッチャーは先発完投が、はい、嬉しいんだと、まあ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 、ね、はい、いうようなこと言ってましたが、はい、まあ、逆にこう韓国側にあっぱれを、ね、はい、出してましたけど、はい、まあ、僕個人の考えとしては、はい、まあ、その考えって多分日本だけですよね。先発完投するのが醍醐味だっていうのは、まあ、私もピッチャー出身ですけど、はい、それはもちろんね、小さいとかそういう風に育てられてきたんで、はい、先発完投かっこいい、まあ、ノーヒットノーランかっこいいみたいなね、できればもうそれはこうしたことはないですけどね。そうそうそう、なんですけど、はい、時期ですよ、だからっていう話ですね。まあ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 、まあ、でやっぱ来シーズンあるから怪我をしちゃいけない、はい、怪我をさせないためにって国母監督の最大の配慮ですよね、はい、で、まあ、確かに過信もあったかもしれないですよ、はい、この点差だったらいけるっていう、はい、あったかもしれないけれども、それはプロを招集した以上、はい、しょうがないことですよね、はい、彼らは、ね、ここで国母監督が続投させて、はい、万が一肩に違和感を感じて、はい、来シーズンを棒に振った、はい、それが仕事ですから1年間仕事できませんってなった時に、 ね、はい、そこまでやはり監督責任を負えない、はい、この国際大会のこの短期間でポンって集められた選手を預かった身としてはね、うん、まあ、自分のチーム、はい、まあ、チームは持たないですからね、うん、ここも監督、そうなんです、はい、なのでやっぱりそこは、はい、そういう面も考慮して大会を組んでいかないと、うん、まあ、今回みたいな結果出ますよね。そうです、何やってもいいよと言われてないわけですからね、うん、まあチームから絶対怪我はさせないでねって、もちろん大谷投手クラスになればもちろん言ってくるだろうし、はい、他のメンバーもそうですよ、はい、まあ、ヤクルトで言ったらね、山田選手、はい、川端選手もちろん怪我したら大変なことですから、はい、だからああいう選手を集めてる以上、はい、やっぱそういう制限っていうのはかけていかないと監督自身でいけない部分があるんで、すごい難しい采配だと思うんですよ、うん、なのでやっぱりここはアマチュアに任せるべきです。無理してでも、無理してでも、だって無理してでもやるかやらないかってアマチュア本人ですから、はい、アマチュアは、はい、本人の意思もうこの、ね、大会で本当に選手は選手生命終わってもいいと思ってやる人たちもいるわけで、はい、でもプロはそうではないので、もちろん社会人の方々でもその後ね、うん、プロに入ってって考えてる人たちもいますけど、はい、まあ、家族持って今も野球やりながらお仕事をされてますから、はいはい、でもやっぱりこの社会人野球のこの泥臭さというかね、はい、っていうのがやっぱ短期決戦には必要になるので、うん、もうプロはちょっとねもう外してほしい、まあまあまあっていうのが、そうですね、まあ、僕の個人的な意見であって、はい、まあ、メジャーリーグなんて潔いですよ、はい、もう元々メジャーのね、はい、各チーム40人のその枠ありますよね、はい、その枠の選手はもう元々この大会出場禁止ですってもう通達出してるわけですから、通達で言ってんですか、はい、だから40人は 出ないんです。あ、なのでもうそれはもうもちろん来シーズン、お前らはシーズンの方が大事だという位置づけがあってですね、はい、それを日本はシーズンも大事、はい、世界一になりなさい、はい、それはいかんよ、まあ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 、シーズン1年通して活躍するっていうことも大変なのに、はい、それでみんなが休まなきゃいけない、怪我をね、
はい、しないために体を作ったりなんだりする時期に無理を押して出なさいと、はい、で優勝してきなさいっていうのは酷ですぜ、はい、うん、だからなんかもうちょっと第2回はいろんな意味で選手のことを第一に考えたちょっと決まり事でもいいですし作ってほしいなとは思いますよ。もうプロ出るな出るでもいいですよ、はい、それだったらまあユッキが言うようにね、はい、の若手のこれから押し出したい、はい、そうですね、これから伸びていくだろう選手を世界大会で育てたい、はい、一軍で20試合以上の経験がない人を、はい、うん、出すとか、ただのもう僕は見ててただのそのメジャーリーグのトライアウトにしか見えなかったんですよ今回。あ、本当にいかに日本のプロ野球からメジャーで活躍する選手を出したいのか、はい、かつちょっとこれは僕の考えですけど、まあいろいろ田澤選手とか問題になりましたね、はい、アマチュアから直接メジャーリーグに契約するっていうことで毎回問題になります、はい、でこの問題が起きないためにやっぱプロを出す、プロからメジャーに行く、これをルートにしたい、はい、そうすると自然とねアマチュアの人もプロにならない、まずはプロに入ります、はい、そこからじゃあ国際大会出て活躍すればいけるんじゃないかって思わせたいのかなとも思いますし、うん、でも実際今回もね前健だ、はい、ね、大谷だ松田選手だ、はい、ね、声かけてもらえる選手、はい、ね、いますけど、活躍したらすぐ次の日の新聞ニュースには、はい、そうメジャーのスカウトが大絶賛っていうのが、だからそういうのが、はい、ね、それもなんかね俺腑に落ちないんですよ。おい、それはもうプロ野球選手のための大会じゃないですか、はい、それなんかそれを世界大会で日本一を目指せってこういう、うん、ちょっと違うかなって思うんですよね、はい、だからサッカーの真似をしてもダメなんですよ、うん、そこだけよ、アンダーいくつでやればいいみたいな、うん、サッカーはワールドカップで活躍したらそれはね、いろんな海外移籍の選手がいっぱい出てきますよね、はい、そういうルートにしたいのかもしれないけど、はい、まあ、野球は根本が違うんで、はい、サッカー の, その育成システムだったり指導者のシステムだったりっていうのがもうそもそも違うのに、はいはい、そこだけを真似しようとしても絶対うまくはいかないので、うん、真似をするんだったらやっぱね、そういう部分もしっかりと取り組んでいって、それこそ、ね、田澤選手みたいに直接海外行くのも OK しなければいけないし、だからなんかそういうところじゃないかななんて思っちゃってますけど僕は。侍ジャパンって、うん、いろんな組み分けされてますよね、うん、プロ、社会人、はい、してる、大学、してね、高校、はい、まあ、15歳以下、そして女子で、あと 12もありますからね、 ね、はい、あれはじゃあなんだろう、プロと社会人なんて年代一緒じゃないですか、うん、はい、だからどう分けてるんですか、そうなの、そこなのよ、だから結局今ね、どこで出ればいいんですか、社会人がもうプロとくくりと一緒なんですよ、はい、ってことは勝てるわけじゃないですか、活躍するところがないわけ、はい、社会人のね、はい、じゃあ社会人選抜はどうなのっていう話ですよ、はい、どこで何をすればいいんですか、本当に今のこのね、はい、その住み分けをね、はい、やるんだったら社会人もじゃあね作りなさいと、はい、ね、じゃあなんかの大会も作りなさいって話になるわけですよ、はい、そこの社会人枠を消してまで、はい、プロの選手が出るものなのかなって思いますね、やっぱり、はい、日本国民としてはもちろんそれはね世界大会とかってなれば、はい、日本勝ってほしいし、はい、優勝してほしいしっていう気持ちは出ますけど、はい、一応ファンとしてはね、はい、でもやっぱりこの野球界全体とか今後の、ね、子供たち の、はい、その野球離れが今懸念されてる中で、なんかもうちょっとこの在り方っていうものを考えるべきではないのかなって、はい、今回の大会ですごい思いましたね、はい、情けないじゃない、情けない、うん、なんかもう一ファンとしたら残念だな、はい、優勝できなかったな、はい、韓国負けちゃったな、まあこれ誰のせいだってなっちゃうかもしれないけど、はい、やっぱりそういう部分も考えていくと、ここまでプロを固めて、うん、ベストメンバーで出ていって優勝できない、うん、うん、それで世界ランク1位の称号がついてて、はい、情けねえなって、そうですね、逆に思っちゃうんですよ、はい、メジャーの選手も出てない、はい、メジャーの選手っていうのはやっぱ世界各国にいますから、はい、いろんな国が
戦力を、はいね、最大戦力では迎えてないわけですよ、はい、この大会。その中でやっぱり、ね、出れないっていうのは、はい、優勝できないっていうのは、はい、もう一回日本野球全体を見直すべきじゃないのかなって、うん思いますよね。なんかこう蓋を開ければ今野球で世界一になったとか、はい、WBC で世界一とって今日本の野球が素晴らしいんだって推してますけど、はい、これが今の現状なんじゃないかなって思いますね、はいまあ、確かに韓国強かったですよ、はい、強かったし韓国はまあなんていうのかなこの日本を完全にこのもうライバル国として、はい、本気で挑んできますよね、はいでもなんかこう日本にはいろんなしがらみがあって、はい、韓国ぐらいあっさりしてほしいあっさりというかねきっぱり、うん、もう本当に世界一になってこいっていうのはなってこい、はい、みんながその気持ちに慣れてる、うん、けど日本はやはりさっきも言ったみたいにシーズンのことを考えたりなんだりして今一歩踏み込めない、はい、それじゃあやっぱ勝てるわけがないので、うん、やっぱそこを解消してあげないとこの批判が選手監督に向くのはちょっとかわいそうかなと思うんですよね、はいまあ、ファン目線で言ったらいっぱい言いたいことはね、はい、今回の大会山ほどあると思うんでそれを運営側はやっぱり自分たちに対してじゃなくて監督に言われてるよじゃなくて、はい、自分たちが言われてるって思ってちょっといろいろ改善してほしいなと思いますけどね、まあ、プロの方々は大丈夫だと思いますよね、うん、その辺はまあ批判慣れしてるけどね、はいただ自分たちの仕事であるシーズンで批判されるのはいいけど、はいまあ、ちょっとねかわいそうな部分がすごいあるんで ね, そうですね、はい、だから今回中村選手ね、はい、おかわりくんね、はい、おかわりくん WBC 出たいですかと、はい、いう質問に出たくないとはっきり言いましたよねおというのはその言葉にもいろいろやっぱ含まれてると思うので、はいまあ、彼らが言えないいろんな知らない言えない部分が山ほどあると思うんで、はい、やっぱそういうところを改善していかないと、はい、いけないのかなと、うんまあ、やっぱ選手が出たいと思わない大会をね、意味ないですからね、意味ないし出たいと思ってる社会人が出れない、はい、出たくない思ってるプロが出なきゃいけない、はい、絶対勝てません、はい、だからそこをちょっと改善してほしいです、うん、でも今回負けてしまったので、はい、次こそってことで、うん、また次の大会も、うん、プロが選ばれんじゃないかって今は気が切れないんですけど、いや僕はね、はい、そのもう今回負けたんだから、はい、もう一回挑戦者じゃないですか、はい、言ってみりゃ、はい、WBC、ね、優勝して別の大会かもしれませんけど、はい、もう挑戦者ですよ今度、はい、まあ、なんで第3大会も負けて、はい、今回も負けてるんですけど、うんはい、完全にもう挑戦者ですよ、はい、だからもう一回ゼロからやればいいんですよ、はい、それを払拭できるわけですね今までこの世界一だって言ってた人たちがね、はいまあ、そこが変わらないともう本当に日本の野球ってダメになっちゃうと思うんで、はい、魅力ないですよね魅力ないですか、うん、魅力ないですね、はい、今の野球界うん、多分今のお父さん世代って、はい、今の方があんま面白くないんじゃないかな見てても。あーでしょうね、うん、やっぱその、はい、特にこのね王さん長嶋さん世代を見てきた人たちって、はい、今のプロ野球そんな面白くないんじゃないかなって、ね、ってことはファンが感じるってことはファンの意見ってもう正直じゃないですか、はい、批判も含め、はい、だからファンがちょっとでもそう思うってことはもう本当変えなきゃいけないと思うんですよね。みんな同じような感じですからね、うん、でこうやっていろんなね今回メジャーリーグ主催になってますけど、はいまあ、主催というかねが提案した大会ですけど、ってことは世界はこういう大会をやりたがってるけど日本が今追いついてないんですよ、はい、なのでまずはそこに追いつくことが大前提じゃないかなって、はい、なんで、まあ、指導方法も含めね、はいもっと日本の野球を楽しいなとか面白いな日本の野球ってすごいなってみんなが思えるような仕組みをもう一回ちょっと作っていくべきなんじゃないかなって思いますね、うん、だって変わってないんだもんもう50年60年、ね、変わってないんだよ自分なんて生まれてるずっと前からなのに周りはね、はい、いろんなこう世代が変わってってのに、
アメリカはそれ柔軟に対応してるのに、はい、日本はずっと変わらないのは、うん、いけないんじゃないかなって、はい、思います。はい、はい、なんかあります？なんか、うん、プレミア12ですか？うん、でもいいですし、はい、野球、プロ野球、じゃあこのプロ野球になると、うん、まあ、ベスト12、ベスト9、ベスト9ですね、うん、発表されましたが、はい、うん、見ましたか？見ません、まだまだ見てないですか？うん、ヤクルトちょろっと見たけどね。ヤクルトから中村選手と畠山選手、はい、山田選手、川端選手が、巨人がいないっていうのは聞きました。そうですね、はい、うん、いなかったですね。しょうがない、しょうがない、しょうがない、はい、巨人はいいです、たまにはたまにはいいと思いますよ。まあまあまあ、まあ、やっぱりいろんなチームから出てこそですよ、はい、これがずっと毎年巨人は必ず入りますって言うと面白くないですよ、はい、いいと思います俺は。なるほど、うん、あと大谷選手が初受賞で、はい、うん、それに対して栗山選手、栗山監督が3年経ってるのに遅いっていうコメントを、はい、うん、していたようですが、いいじゃないですか、はい、いいと思います。投手で初受賞、うん、はい、俺ね、なんかそのさ、ベスト9とかも、はいはい、誰が決めたんだって話ですよ、まず。そうですね、うん、関係者が決めても本当のベストナインじゃないと思うのね、はい、俺は、はい、ファンがやっぱりプロなんで素晴らしい活躍したなとかっていう評価ももちろんですけど、はい、やっぱプロっていうのはファンの皆さんがあってこそのプロじゃないですか、うん、なのでファンの投票っていうのももちろん入れた方がいいと思ってて、はい、オールスターみたいにね。そうですね、オールスターのあれをやればいいんですよね、うん、そう、ファン投票は絶対俺必要だと思うんですよ、はい、でファンから見たベスト9、はい、もちろん選考に入れて発表するべきかなとも思ってて、はい、なんかだって関係者だけが決めてたらさ、はい、ね、この世の中ですよ、野球賭博がいっぱいあるわけですよ、はい、ね、はい、多分今ファンの人たちもあんまり信用できないと思うよ、はい、だからやっぱファンの意見っていうのは重要かなって、うん、思ってます。もちろん野球賭博になってるのは一部なんで、はい、でもその一部が権力の持ってる人が絡んでいれば、はいはい、もちろんそういう風にね傾くんだし、ね、はい、だからファンなんてその一部から比べりゃ数はもうとてつもない数いるんで、はい、やっぱそれも取り入れた方がいいと思います、うん、僕は、はい、はい、だからもう野球根本見直しましょう。プロ野球の運営の仕方とか運営を、なんかもう一回ファンあっての野球っていうのをもう一回、はい、うん、それができてたのが50年前とかさ、はい、40年前とかさ、30年前なわけだ、はい、だからあの時代はもう本当にね、長嶋さんがあれだけ絶大な人気がある、うん、で今でも、はい、ね、とてつもない人気影響力があるっていうのは、うん、やっぱファンがついてるからなんで、はい、ね、やっぱりそういう人をどんどん出てほしいですよね、プロは。そうですね、そういう人たちが出れば出るほどやっぱ子供たちはああなりたいって頑張るし、はい、今なんか目標にする選手はって言っても決まってるじゃない。決まってる。何人かしか決まってなくて、はい、理由を聞いてもかっこいいとか、うん、なんかそういうとこ多くない？はい、なんか顔から入るとか、まあ見た目から、うん、そうですね、じゃなくてあの人のプレーがすごいから、はい、あの人みたいな選手になりたいとか、はい、まあ、大谷選手は今あれだけね、日本最速の球を投げてるんで、はい、あれぐらいのピッチャーになりたいっていう子たちはいっぱいいるかもしれないですけど、はい、やっぱり一人じゃダメだと思うんで、やっぱそう思われる選手っていうのはどん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 出てきてほしいし、長嶋選手、はい、長嶋選手って言っちゃおかしい、いけないな、はい、長嶋終身名誉監督みたいにね、はい、記録より記憶に残る選手っていう選手もやっぱどんどんやっぱ出てきてほしいので、ね、なんか最近出てくる選手ってこう毎年毎年こう人気が変わっていくけど、はい、長嶋さんみたいに、はい、何十年経っても、ね、ずっと残ってる選手いるわけじゃないですか、忘れられずに、はいはい、そういう選手にみんななってほしいし、そういう選手が出ることによって子供たちがもっともっと野球をやりたくなる環境っていうのを作ってほしいなと思いますね、はい、はい、何ですか、何ですか何ですか何、はい、なんかヤクルトありますか？ヤクルト、はい、昨日あれがファン感謝祭が、うん、あ、昨日あったんだ、おとといですね、はい、月曜日、なるほど、全国各地で行ったの？行ってないです。
言ってないじゃん。あの熊谷にいました。今言ったから行ったのかと思っちゃった。熊谷の女子プロ野球埼玉アストライア対、はいはい、アマチュアのビーナスリーグ選抜を見てきました、うん、ああなるほど、はい、うちの選手と。ヤクルトはどこいたの？ヤクルトはどこいたの？神宮球場でいましたよ。いやなんか話飛んだからさ、はい、ファン感謝祭がどうだったのっていう話かと思った。4万人、うん、訪れたと、うん、増えたんじゃない？だいぶもう優勝の効果でしょう ね。いいね、はい、あの神宮球場がねちょっと建て替えないと、はい、もうダメだよっていうぐらい、はい、ちょっと、ね、球場沸かしてほしいよ ね、 またね、はい、警備員さんは大変でしょうね。大変でしょうね。大変でしょうね。大変なんですよ。まあね、増えると自由席なんで。そうだね。バレンティン選手の時泣きそうになりましたもん。ヤクルト来年行けるかね。行くでしょうね。行く、はい、高橋由伸監督に負けない。高橋由伸選手がいなくなったことで戦力落ちたんじゃないですか、うん、おなるほどね、はい、そういう見方か、はい、なるほど。もったいない、もったいない、もったいない。でもまだまだまだいい選手いますよ。そうですね、はい、そこはもう、まあ、真中監督が何とかしてくれるんで、うん、俺ね 来シーズンはねちょっと、はい、太田選手、はい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 、爆発すると思うね。そうですね、もう毎年、うん、毎年言われちゃってますけど。いやのもうね多分逆言ったら今シーズンダメだったら、はい、当分ダメだろうなって思ってます、はい、今シーズンって来シーズン、ね、あ来シーズン、だから来シーズンの活躍を俺は期待してます。あとヤクルトから監督賞で真中監督と、はいはい、特別賞で山田選手、うんうん、カムバック賞に立山投手が選ばれました、うん、素晴らしいね、はい、嬉しかったですね、まあ、今年のプロ野球本当ヤクルト一色と思いながら、はい、実はソフトバンク一色だったっていうね、まあ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 、残念な結果だったね、はい、まあそれがまたヤクルトのいいところだよね。そうですね、うん、もうまあ、目立たない。セリーグで目立てばそれでいいです。目立ったんだけど、はい、最終的に目立てないっていう、まあ、もういつものね、それがスワローズの色なんで、それがヤクルトの、ね、はい、カラーだからいいんですよ、ね、はい、はい、もうエンディングです。あとそのビーナスリーグ対アストライア、はいはいはい、ビーナスリーグが6対4で逆転勝利を、うん、アマチュアがプロに勝ちました。まあプロの面目が丸つぶれでございまして、ね、はい、まあ、見ててやっぱりあの応援歌とかあんまなかったんで、うん、聞こえるんですよ選手の声が、うん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 、見るからに静かになってくる。まあこれからね、また女子プロ野球もね、はい、まだ発足して歴史浅いですから、はい、まあ、これもいい刺激になったんじゃないでしょうかね、はい、この勢いで切磋琢磨してもらえれば、はい、その女子野球も盛り上がっていくんじゃないかね、はい、思います。もう来年は、はい、うちの選手と、はい、ビーナスリーグで、うん、暴れまくる、はい、暴れまくりたいので頑張りますので、はい、応援よろしくお願いします。最後詰まりまくりじゃない。はい、なんて言おうかなと思って。もうエンディングですから。はい、エンディングです。はい、はい、ということで、はい、皆さんとお会いするのまた来週ですね、はい、来週は何日でしょうか。2日、12月2日、はい、はい、11月も最後で冬ですね、はい、はい、あと1ヶ月ですね、はい、ということで12月2日15時にこの番組でお会いしましょう、はい、お送りしたのは番組パーソナリティ中垣大輔とアシスタントの石川幸寛でした。この番組はエノハガールズ、H プロジェクト株式会社、鹿島学園高等学校、日本野球指導者協会の提供でお送りいたしました。はい、それでは皆さんまた来週です。さようなら。さようなら。